ハンマ岩尾先生です。私はね、博士として国に雇われてね、国立病院の創設の仕事でね、派遣で仕事したこともあるんですけれども、超音波診断装置なんかをね、20歳代の時に開発していました。でね、自分の勉強のためにやってたんですけども、今回紹介するのはね、木材のね、カッティングですね。外側を傷つけないで中だけカットするということですね。木材箱、建築のですね、つなぎですね。木材の。これですね、放射線レーザーカットということでね、これはね、人間のね、放射線医療と同じような原理なんですね。放射線レーザーで木材をカットすると、外側を傷つけないで中だけカットができるんですね。で、こういうふうに円盤が回転してみて、中心図にレーザーね、放射線レーザーが飛ぶようになってまして、で、さらに、回転するとね、こういう円形のね、丸いね、ものが回転して、それをさらにまた回転するような感じね、揺さぶるような感じ、相手に物を置くんでね、木材を置くんでね、で、レーザーが一番当たるとこですね、放射線レーザーが当たるとこは焼けるわけですよ。それでね、うまく全体からあらゆる角度360度と全体ですね、からレーザーを送んないとね、他も焼けちゃいますから、たくさん集中するとね、一定に集中させて、焼いて木材を、外側を全くカッティングしないで中だけカッティングできるんですね、木材がね。で、この方式が最もね、木材の加工には優れてるわけですね。外側を傷つけないで中だけくり抜くことも簡単にできるし、サンデープリンターと同じですね、みたいにね、理想のカット中だけ木材をカットできる。だから建築のね、大きな、建築の柱とか全部つなぐ時にね、ネジ式にすることもできるしね、あらゆるカッティングができるんですね。で、今までできなかったカッティングね、曲げられる木材とかね、いろんなことができるんですね。あと、お茶碗なんか作るんだったら、もうそのまま、一つの木材から立て続けに作れるわけですね。中カットで、外側傷つけないでカットできるんで自在なんですね。サンデープリンターと同じですね。で、この放射線レーザーカットマシンというのね、これはね、私が発明したものなんだけど、建築の木材ね、仕込みってめんどくさいんですよ、いろいろ建てるときにね、1番2番順番にね、 A の何番とか言って積み立てていくわけなんですけど、これがね、もう正確に簡単にね、コンピューターでカッティングできます、木材ね。で、中だけカットできるんだから、カットできない方法はないわけです。だから近道として丈夫な建造物、釘一本も持たないでの建築が木材で作れるわけですね。釘何もないんですね。なくて平気なんですね。で、伝統的なものがもっと丈夫になる。ね。もう、柱の付け方とかね。もうほんと自在なんですね。で、コンピューターでカッティングするんで、放射線ね。放射線レーザーでカットするんで、真ん中だけ穴開けることもね、全部できるわけです。で、中にね、ものを作ることできるんですね、形をね。
ということもできるしね、うん、もう自在にカットできる。でレーザーで一番当ててるところね、360度回転させて、なおかつそのね、ものをまた全体を360度回転させて、レーザーを中心部にね、飛ばすんですよ。で一点に集中させて、あらゆるところから角度を変えながらね、同じところに集中すると そこにいった部分焼けちゃうんで、ね、360度とさらに180度もあるわけ、だから180度もあって、また180度もあって、360度もあるわけですね。で真ん中に物を木材を置くんで、少しこうね、完全に180度回れないんですけど、ただ回さないとダメな場合もあるわけですね。その均等にね、熱がね中心部に強く渡すためには、もうあらゆる角度から、周りを壊さないようにっていうことなんでね、一点に集中させて、壊すわけですから、レーザーでね、X 線レーザーですよね。だからその一番当たるところが焼けるわけです、ね、で沸点じゃないけど燃える木材の温度は決まってますから、それをうまく利用するわけですね。木材のも燃えるね、沸点というか、ね、その温度にいかないようにうまく集中させて焼いていく。でいろんなモードができるんだけど、あんまりやると全体がね硬着しちゃうと思うんですね。燃えるというかね、熱持っちゃうんで、あんまり建造物の、切る部分に制限はできると思うんですけど、まあどの程度できるかということですね。まあそこら辺は機械の方でいろいろと違うと思います。ちょっと